レペゼンの中で誰推し、全然銀太だけど、私、一生銀太なんだけど。あ、なんかさ、私すごい気になるんだけど、最近の事情を知りたいかも。全然見ないから。なので、ね、YouTube 界隈とか SNS 界隈の話題を聞きたい、みんなから。私全然わかんないから見ないし。さっきの青白王子のさ、林病がどうたらっていうのもさ、私初めて見ました。ああ、その最近ちょっと炎上してる、これが炎上してるとかっていう事情を知りたいってことですね。知りたい。見ない。俺もあんまりわかんないな。誰が今一番燃えてるんですか？本当に知らない。本当に知らないんだよね。でも青汁王子が臨病になったみたいなのは少なからず炎上なんじゃない？しかもあれはカタールから持って帰ってきたっていうのが、お持ち帰り臨病ってこと？お持ち帰り臨病だ。いやすごい。お持ち帰り臨病。おもろい。あ、そうなんだ。お持ち帰り？なんでそれ映っちゃったの？なんでなの？いや、わかんないです。だからカタール行ってワールドカップ楽しかったけど臨病になっちゃったみたいなのをツイートしてバコーンって、それで炎上しちゃうの？炎上し、臨病なんてそんな、だって鼻水垂れちゃったぐらいだよ。だってあの感覚的に言ったらてかそれ別に珍しくもなんともないし、臨病ぐらい許してくれよ。だって本当に臨病気にしてたらツイッターで言わなくない？あれは多分一エンターテとして臨病使用したんでしょう。まあ今一番本当にレイティストな話題はそれなんじゃないですかね。臨病？臨病。平和ね、世の中って。平和だね。すごいね。あと何かあります？あ、日本で 4P したのがそうってこと？あ、カタールで発症しただけでってこと？スペシャルゲストが出す。何？